みなさんこんにちは、まいまちんです。本日もよろしくお願いします。今日ドラゴンクエストシリーズですね、また続きをやっていこうと思います。よろしくお願いします。前回が、あれでしたよね、サマンオサで変化の声を、間違えた、変化の杖か、使った、偽王様ですね、やっつけて、で変化の杖をもらったところで終わってたと思いますね。今日はその続きからなんですが、今日は、ちょっとその変化の杖をグリーンラットの老人とこ持ってって、なんか船乗りの骨、うんぬんかんぬんみたいな話を海賊たちがしてたので、ちょっとそれ持っていくとどうなるかやるのと、あとヤマトのオロチを倒したいのと、あと、サイモンでしたっけ？なんか途中、ロマリアの北東の、牢獄で亡くなったサイモンっていう人がいるっていうワードが出てきてたので、ちょっとその3つぐらいを中心にやっていこうと思って、よろしくお願いします。ではまず、グリーンラットの老人に会いに行こうと思います。じゃあレッツゴーイング、グリーンラットですね。はい、グリーンラット到着いたしましたので行ってみたいと思います。変化の杖を使うのかな、とりあえずノーマルで話しかけてみましょうか。こんにちはです。メッセージ変わった。おう、それは変化の杖。わしも欲しかったのじゃ。物は相談なのじゃが、この船乗りの骨と、杖を、あ、そうなるのか。これ使ってないけど変えていいのかな？交換しよっか。なんと誠か、何でも言ってみるもんじゃ。じゃあ船乗りの骨を渡そう。これで、なんか海賊船だから行けるんですよね。よし。ナイスー。いやはやありがたい。わっはっはですね。よし。これでどうなるんだろう。あ、えらい遠い方から。出ちゃった。どうなるんだ？これ地図かなんかに、が変わるんかな？海賊船、なんちゃらって言って、あ、海賊のとこに一回持ってけばいいのかな？これは、ちょっと一回使ってみる。ぐるぐると回り出し。あー、なるほど。南に83、東に126。あ、なるほど、なるほど。南に83。ちょうど、どうなんだろう。83、いや、わからんな。じゃあ、海賊のところに持っていかなくていいっぽいので、したらちょっと、これを目印に探してみましょうかね。それでは、レッツゴーイング、パイレーツオブカリビアンですね。はい、今ですね、船乗りの骨を頼りに来たんですけれども、そしたらね、いた。ちょうど今このね、下のゲージの真下にいるんですよね。ほら。動いてるっていうね。なんかね、数字が動くなぁと思ったら、幽霊船自体が動いてるんだ。じゃあ、それでは行ってみたいと思います。ああ、敵が出てきちゃった。いや、楽しみですね。なんか、冒険心をかき立てられますね。さあ、行ってみましょう。あ、乗り移るの。ああ骸骨がおる。そっから行こうかな。なんか音楽も、独特な音楽ですね。いや、近いとこ入ろうか。あ、貫通してるんだ。
どんな嵐が来ようと私の船は絶対に沈まないのだ。はははですね。船の舵だ、勝手に動いてる。敵は、あれですね。この敵は、この間、ラーの鏡の洞窟に出てきた敵かな？骸骨戦士ね。ひひひ、幽霊船には屍がふさわしいの、お前の使命がよ。ミニデーモンごときには負けないですね。敵の能力値的には問題なさそうだな。おや、あなたは亡霊ではなさそうだ。さてはあなたも財宝がお目当てですね。でもこの船にいるのは亡霊ばかり参りましたよ。この感じだとボスがいそうですね。あ、お宝いっぱいある。なんだろうこれ、すごい丁重に愛の思い出だって。これはありがたい。お、メタル。あ、メタルもちょっと今日後で預けに行きましょうね。角は見れないんだ。お配り。ミミック出たー。おー、2連続。快進撃。やりますね。満月草。敵にはそんなに苦戦しなそうだね。ほんと皆さん強くなりましたよね。いやー、今日は山田さんチェックメイトしたいですね。どこから来たんだっけ？あ、真ん中の階段か。ここは？あ、ここに繋がるんだ。船を漕ぐのはボレイカ罪人の仕事なのさ。返事がないただの屍のようだ。ほら、人を殺しまつ、え？殺しちまったでな。どんな死に方したって仕方ねえって思うだよ。でもそこにいたエリックってやつは無実の罪だったってかわいそうだな。返事がないただの屍のようだ。つれえよ。溺れて死ぬのは苦しい。やだ、死にたくねえよ。エリック。この人が、オリビア、もう船が沈んでしまう。君にはもう永遠に会えなくなるんだね。でも君、僕はとわに忘れないよ。君との愛の思い出を。せめて君だけは幸せに生きておくれ。あれ、オリビアとエリックって、ひょっとしてこの愛の思い出を、その、オリビアに届けるんかな？なんかどっかいたようないなかったような。俺たちは奴隷よ、ギーコギーコですね。死んじまっても船が漕げるなんて知らなかったよ。ははは、ですね。絶対どっかにメタルあるでしょ。アガターベルト。なかった。オリビア。引っかかるな。いたような気がするけどな。愛の思い出ってありましたもんね、宝箱に。嵐が来る。風が、波が。あ、でもこれだけのことなんだ。おしまいですね。オリビア。ちょっと自分のアーカイブを見返してみようかな。とりあえずもう取り尽くしましたもんね。そんなに難しいダンジョンではなかった。よし、じゃあとりあえず、最初の目的は達成したので、今日の第2の目的の、ヤマタノオロチ行きましょうかね。では、レッツゴーイング。
山田さんちですね。はい、積年の恨みですね。山田のオロチ行ってみたいと思います。もし負けたらまた、薬草をみんな、まあ、薬草ぐらいじゃもう今ね、パワーが増えすぎちゃったから。じゃあ行きましょうです。積年の恨みですね。確かに一回はルカには効くのよ。あれ効かんな。一回確か効いたような気するけどな。あ、オッケーオッケー。ダメージ量やっぱ格段に減ってる。一回効いたと思うけどな。あ、オッケーオッケー。効いた効いた。まあ、高望みはせず、このまま行きましょうか。かかるかえ。よし、これも、そんなに、効かなくなったぞ。今日はプリコ一人だけ、回復役で。あー、二連来た。いや、ちょっと余裕こいちゃったかな。ここはしっかり。まず、回復役が死んだらきついから、ツルちゃん、ホッサー。で、ツルちゃんが出たな。オッケーオッケー。2回連続攻撃助かった。これで、まあゆっくり、まず、ホーク隊長をベコマして、ゆっくり回復すれば、そんなに、焦ることはないですね。オッケー、弱かった。おぉ、めっちゃ弱かった。この後ですね、なんか、旅の扉に引っ込みますもんね。で、これで帰っちゃったんですよね、前回ね。倒したはずの、ヤマタノオロチが復活してたっていう。ちょっとクリコ一回、クイにしとこうか。この先がね、どうなるかですね。おっと、ヒミコ様、今すぐ傷のお手当てを。それにしても、ヒミコ様は一体どこでこんなお怪我をなさった？あ、やっぱそうだ、ビンゴじゃん。ヒミコ様、ヤマタノオロチ説じゃん。ヒミコ様がお怪我をなされて大変なのだ。出てってくれ。ヒミコは声を出さず頭の中に直接話しかけてきた。ワルワの本当の姿を見た者はそなたたちだけじゃ。黙っておとなしくしている限り、あなたを殺しはする。それで良いな。いやー、許せないですね。ほほほ、そうかえ。ならば生きては返さぬ。食い殺してくれる。あ、やっぱ連続バトルですね。これでパワーアップしてるかですよね、ヒミコ様が。同じぐらいの強さだったら勝てるけど。あ、同じぐらいかな。うん、そんなめちゃくちゃ強くなってない。よしよしよし。一回はルカニが効くでしょ。二連のね、燃え盛る炎でしたっけ？あれの時はきついですね。一回、ベホイミを。ベホイミじゃなくていいな、プリコ。ちょっとね、回復役が死ぬのはきつい。ザオラルも持ってますからね。おつるちゃん、デコイミぐらいでいいかな。OK。ホークさんね、このゲームだとほんと頼りになるんですよね。ホーク隊長も、デコイミぐらいでいいかな。うん。いやー、このバトルも多分、そんなに、大丈夫そうですね。これぐらい余裕あるといいですね。相当カツカツでチャレンジしてたんだ。おお、強い。2回目、やっつけた。
なんと卑弥呼はオロチだった、その噂は瞬く間に国中に広まっていた。いや、当たってましたね。そして夜が明けた。ヤマタのオロチ説、当たってましたね。おう、宝だけ置いて。おう、オーブだ。三つ目かな？やったぜ。ヤマタのオロチが卑弥呼様になりすましておったとは、鈍いですね。ありがとうございました。あの卑弥呼様がオロチだったなんて、恐ろしいや。感謝の言葉は、もっとないのかね。きっと本当の卑弥呼様、オロチの牙にかかって、ああ、そっか。もうこの辺は調べましたもんね。ねやともあれめでたいことよ。あの子どうなったかな？あの生贄に次、選定されてた子、いましたよね。ここか。ありがとうございました。おかげで幸せに暮らせます。あ、そうそう、弥生ちゃんね。こうして生きていけるのはあなた様のおかげ、ありがとうございました。あ、ちょっと待って、弥生ちゃんが入ってた壺だけ調べたい。他に何もない。これはお父さんだったかな。よし。ということで、じゃあ次はですね、一回小さなメタル預けに行きましょうかね。その次が今日の目標の、ロマリアの北東の牢屋ですね。こう言って終わりにしようかな。よっ、いくつになったかな ?44枚。35枚のインテリメガネと、あ、ハヤテのリング持ってる。パワーベルト。ちょっとリスト一回見ましょうか。忍びの服かっこいいなぁ。あれ？あ、こうか。もうでもなんか終盤のような気がするんですけどね。まだ44枚しか集まってないな。100枚ってぴったりで設定してあるのかな。でもちょっと120、30枚ぐらいに設定してあるのかな。ぴったりだったら取り漏れが1個でもあると、あれですよね。グリンガムの無知がゲットできない。よし、じゃあ、今日三つ目の目的ですね。ロマリアの北東の牢屋を。行ったことないよ。行ったことあったかな行ってみたいと思います。それでは、レッツゴーイング。ロマリア地方ですね。今ですね、ロマリアの北東まで着いたところなんですけど、いきなりちょっとね、音楽が流れ始めて、すぐに再開したんですけど、どこからともなく悲しげな歌声が聞こえる。多分ね、この辺りがロマリアの北東なので、あれ？ここですね、今。またテロップを出しとくんですが、左下でピカピカしてるのがロマリアなんですけど、返されちゃったな。ひょっとしてここで、これ使うんかな？あ、当たってた。エリックとオリビア。二人の愛の思い出が辺りを温かく包む。あれ、サイモンじゃなかったんかな？サイモンがあれでしたもんね。北東の牢屋みたいな。ここだったんだ。じゃあ一個解決しましたね。
あ、エリック、私の愛しき人、あなたをずっと待っていたわ。オリビア、僕のオリビア、もう君を離さない。エリック。オリビアの呪いが解けた。いい話ですが、リア充許すまじですね。これで、ここだ。で、サイモンがいるのかな、ひょっとして。ここは寂しい、祠の、あ、ニコイチのイベントってことかな。誰もいないけどね、これチェックしとかないとさ、小さなメタルがね、あるからね。あ、これかな。返事がない、ただの屍ね。これで45個目だ。第45号ホームランですね。で、あ、いたいたいた。私はサイモンの魂。私の屍のそばを調べよう。え？あ、こっちか。屍のそば？あ、これか。あ、ガイアの剣だ。どっかの火山に投げるって言ってましたもんね。これでじゃあ、あ、オーブじゃなかったんだね。はい、それではですね、今日の目標はですね、3つ達成したので、今日はここで終わっておきたいと思います。次回ですね、ガイアの剣を、火山に投げるらしいので、その火山をちょっと探してですね、そこから再開したいと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょうです。失礼いたしますねー。